皆さんこんにちは、フィールジェンド大林です。トレーニングの解説動画ということで、バーベルを使ったショルダープレスの中でも頭の後ろの方にバーを下ろしていくやり方、バックプレスをご紹介していきます。まあ、これダンベルのショルダープレスですとか、バーベルを使ったフロントプレスと呼ばれるショルダープレス、頭の前に下ろしてくる、まあ、一般的なやり方と、まあ、同じようにですね、肩の前側を中心に肩の横、そして上腕三頭筋、二の腕の裏側の筋肉ですねを鍛えることができます。でこのバックプレスなんですけども、結構ですね、肩の関節への負担が大きい種目になってしまいますので、肩に不安がある方、肩を痛めやすい方なんかはちょっと注意をしてですね、あまりこう深くまで下ろしすぎないとか、軽めの重量で様子を見ていただくようにして、注意深く進めていただければなと思います。それではやり方なんですけども、ベンチに腰掛けていただいてバーベルを持ちます。まあ、81センチのラインに、中指が来るぐらいを基準にしていただいて、しっかりこう下ろした時に前腕が地面に対して垂直になるぐらいの位置を目安に決めていただければなと思います。でバーを持っていただいたら、しっかり背筋を伸ばして頭の後ろに下ろしていきます。大体ですね、腕が90度ぐらいになるところまで下ろして上げる、下ろして上げる、下ろしてという形でやっていきます。で、まあ、バリエーションとしてはこう頭の、ね、前に下ろしていくやり方を、もちろん効果的です、やりやすい方でやっていただければなと思います。それでは今回はですね、バーベルのバックプレスご紹介させていただきました。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。